秋田伊佐新報は、秋田伊佐新報社の発行する秋田県の日刊新聞である。中央、地方を通じても、全国で4番目、地方新聞としては2番目に古い歴史を持つ新聞である。東北地方で最も長い歴史を持つ新聞の一つ。後に首相となる犬飼武氏が主筆を務めていた。一部ひらがな表記の秋田先駆けとしても知られている。 発行部数は20万9366部。秋田県を代表する報道、言論機関として、地元の民間放送局である秋田放送、秋田テレビ FM 秋田に出資しているほか、県内における文化、スポーツ等の大規模イベントに開催者として名を連ねるケースも多い。他の新聞社同様に、ウェブで秋田県の最新ニュースを配信している。イメージキャラクターの ヨムトン、ミール、シュジュルがおり、これらの名前は一般公募によって決定した。秋田県内で競合する他の地方紙は、大館、北秋田地域と数の地域で、北鹿新聞が、野代、山本地域では、北は、新報、北秋田地域では、中北新聞が発行されている。秋田市産、大臨海町一の一東京都、大阪市、仙台市、大館市、 横手市大館、横手の各市社はかつて周辺の各市局を統括する総局であった。その後、大規模な市町村合併により自治体数が急減したことに伴い、一旦他の支局と同格となったが、2011年10月から支社に格上げされた。数野市、北秋田市、野城市、小賀市、由利本庄市、大仙市、千北市、 湯沢市あたり新聞のテレビ欄には NHK、秋田民放3局、青森放送、青森テレビ IBC 岩手放送、山形民放4局 BES デジタルスターチャンネル1がある。詳細は以下の通り。現在は解説欄はないが、1980年代までは今夜の見物聞き物と題した番組の解説欄が存在した。なお、日曜日には、 当該集の連続テレビ小説のあらすじを掲載している。山形県の民放テレビ4局すべての番組表が掲載されているが、青森県の民放テレビ局の内青森朝日放送の番組表は掲載されていない。先駆け ABS ニュースは、秋田伊佐新報が協力する秋田放送テレビの右圏内ニュース番組。主に、 ゴールデンタイムのミニ番組枠で放送されるが、週末は、ズームイン。サタデーや、ニュースエブリー、サタデー、NNN ニュースサンデーの、県内ニュースが本番組の扱いで放送される。1992年春頃までは、先駆けニュースというタイトルだった。なお、秋田放送ラジオのニュースは、現在も、先駆けニュースとして放送している。開大の頃から、 旧来のテロップ式ニュースからキャスターの顔出し付きになった。夜番については一時期、今日の出来事内でも放送された時期がある。朝夕方かつては、真相報道番記者内で県内ニュースを伝えていたが、後に独立。現在、番記者の最後のローカル枠では、県内の天気を伝えている。また、同枠を全編差し替えできるようになるまでは、本番組が、 県内ニュース天気という構成になっていた。2018年7月からは2019年まで、川口愛が担当していた。夜一部曜日は ABS を天気情報もセットで放送。2018年春の時点で、ニュース天気編成の曜日は、天気には必ずスポンサーがついている。9時にまたぎ特番編成時は、番宣枠、ABS4 ちゃんナビを優先し休止することが多い。 ただし、通常、ニュース天気編成の曜日でニュースのみ、休止の場合、天気は、通常通り放送することが多い。NNN ニューススポットがあった時代は21時54分22時が、標準の放送時間で、火曜サスペンス劇場がある火曜日と、金曜ロードショーがある金曜日は、ニューススポットと連続放送をしていた。ありがとうございます。